ホーム詐欺の宮駅は静岡県浜松市東区大瀬町にある遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は09。島式ホーム一面二線の地上駅。直営駅であり駅舎がある。道路からは地下道経由で駅舎と連絡している。駅そのものは道路より若干高い位置にある。6時台と21時台の新浜松方面の一部電車を除き通常は 西側線路を使用する。駐輪場は駅の東西どちらも線路沿いにありわかりやすい。東側に送迎用の駐車場と反転地圏用のスペースがある。西側には送迎用の場所も反転地もない。どちらも車1台分がようやく通れる道幅である。旧駅名の共同の由来は、当駅が浜名群石志村大和差しも大瀬と、 大和座遊玉の境界上に設置され、両地区が共同で使う駅として付けられたという説がある。その他、当時の河王瀬地区と遊玉地区が共同で駅の設置を請願したことや、両地区の住民が赤子校舎で積み立てた積立金で、駅の設置費用を工面したことが、駅名の由来とも言われる。現駅名の詐欺の宮は、駅周辺の八坂神社にちなむ。八坂神社の森には、 たくさんの詐欺が舞い降りたことから、いつしか、八坂神社は、詐欺の宮や、詐欺の宮神社と呼ばれるようになったのが、現在の駅名の由来である。表記は普通、詐欺の宮、または、詐欺の宮であるが、演州鉄道では、バス、電車とも、難読漢字などは、ひらがなで表記しており、当駅もその範疇である。2018年度の乗車人員は418,064人。 校舎人員は411,543人で、ある。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、校舎人員は次の表の通りである。駅周辺部西側は遊玉北町、駅を含む東側は大瀬町である。駅東側を電車と並走する、二股街道沿いにはいくつかの商店がある。駅西側は、 遊玉北町の中でも、新村と呼ばれる集落である。さらにその先には遊玉台や、半田山などの新興住宅地があり、自転車で通う人たちや車で送迎してもらう人も、多い。駅東側は、大瀬町の中では、大瀬西と呼ばれる古くからの集落がある。そこから、のどかな田園を挟んで、詐欺宮神社がある。この神社から先に、詐欺宮団地が広がる。 詐欺の宮神社では毎年8月14日15日に大祭が催される。下、大瀬中、下大瀬西、くの木の3つの集落に分かれ自らの手で行う、打ち上げ花火、仕掛け花火、手筒花火が見物である。神社のすぐ裏手に広がる水田を利用した花火の打ち上げ場所は、花火会場としては絶好と言える。このように周辺にいくつかの住宅地を抱えるため、 駅周辺のひなびた様子の割に、駅利用者そのものは、比較的多い。駅東側をしばらく西方向に進むと、国道152号がある。近年開発が進んだこの通りには飲食店が、立ち並ぶ。円州鉄道鉄道線自動車学校前駅詐欺の、宮駅、関市駅。ありがとうございます。